まず何作ってるかっていうのがどんな書かっていうのが一番分かるかと思うので、今紹介ありましたコンペのですね、最初提出しました90秒の動画を流させていただきたいと思います。はい、このような動画を作りまして、一応今のが本編の90秒ですね。大変光栄な賞をいただきまして、ご覧のとも言ったわけなんですが、今日はですね、主に設計者として動画プレゼントをどう立ち会うかというようなことをお話しできたらというふうに思っております。それでこれがコンペの時にどのようなワークフローで、今の90秒の動画を作ったかということなんですけれど、一番の構想検討をして、で設計で、設計というのはモデリングをしまして、でビジュアライゼーション、ここでルミオンが出てきますね。で最後映像編集をします。でこの4つのフローをしました。で最初がスケッチから始まることがほとんどなんですが、今回ちょっと特殊でして、後期検討って書いてるんですけど、今回のコンペ敷地が選べたんですね。でちょっとコンペやるからには勝ちたいなと思いまして、どの敷地が一番優位にこう魅力ある建物を設計できるかっていうのを最初に知りたいと思いまして、ライノサイラスのグラスホッパーというプラグインを用いて、このそれぞれの敷地に、容積率と建蔽率が与えられていたので、大体どのようなボリュームが立つかな、でどれが面白くなりそうかなっていうのを最初に検討しました。で、結局戸建てを10戸建てるという敷地を選んだわけなんですけれど、この検討しておいてよかったと思います。でそこからスケッチでどんな建物を設計するかっていうのを決めていきます。スケッチはすぐ描けるので、そのいろんな形を検討して、なんか大体最終形に近いような雰囲気の形がこんなとこから出てきてますね。で、その後にどんなシーンで、どんなカットでどんな演出をするかっていうのをこんな簡単なカット割りを書いて、考えておきました。で、カット割りなんでカット数分あって、いろいろボツになったシーンであったりとか、思ったようにいかなかったシーンもあるんですけれど、最初こんな風に考えて、全体の構成を考えていきます。それから設計です。モデリングはライノセラスを使っています。ヘムズとか書かずにもういきなり 3D で、いつも立ち上げているので、今回もその通りに進めました。それで、そのライノのモデルを今回一回、3DS Max に読み込ん で、アニメーションの連動が Max 側でないとできないのと、あと今回ファサードのガラスのブロックを、Max のプラグインのレールクローンというプラグインを用いてモデリングをしまして、でガラスなんですけど、一応一個一個がモデリングされてて、かつフィレットが取ってて、あと目地の透明の部分かな、あの部分も一応モデリングをすることにしました。いろいろ検討した結果なんですけれど、それで質感が実現できたのかなと思います。それでここでルミオンの登場ですね。で、レンダリングとあとアニメーション典型、等を設定していきます。で最後映像編集なんですけど、使ったソフトはプレミアなんですが、この過程最後のその編集っていうのが演出に直結する部分ですので、大変重要なところかなというふうに思っています。
はい、このような流れがあって一通り、プレゼンを流れを考えたわけなんですけど、今回ちょっとどうしてもやりたいなっていうシーンが一個ありまして、それがまあこのシーンだったんですけれど、タイムラプスでこう雲がバーって動いて、日が落ちるシーンって結構なんかルミオンの半ば特徴のようなシーンで、いろんな方が使われてるんですけれど、その後に星が動いてないのがちょっとなんか自分の中で不自然で、ちょっとその日が沈んだ後の星の動きっていうのを今回演出で挑戦しようかなというふうに思いました。それでまああとその今回設定したマテリアルであるガラスに映り込む、この、光の反射ですね、こういったものを何かきれいに表現できないかなと思いまして、でこのシーンなんですけれど、種明かしをするとこんなようなレンダリングをしてまして、建物のすぐ手前に、星がこう流れ星になって微速度撮影されている映像は一応素材としてあって、でのそのビデオを、こういうふうにサーフェイスに対して貼り付けます。でそれだけではさっきのような反射にならないんですけれど、これにさらにエミッシブのマテリアルを与えることで、輝度の高い部分がちゃんと発光の判定が出て、さっきのレンダーのようにちゃんとこう反射をしてくれるようになります。で、まあ、このことが分かって、まあ、それで積極的にちょっとあまり使われない表現なので取り入れていって自分の強みにしようかなというふうに思ってました。それで、7月に一次審査があって90秒のさっきお見せした動画で一応通りまして、上位12位だったかな。それでその後に二次審査というのがあって、またそれまで順位は全然分からなかったので、まあ、ちょっとどうやって挑もうかなというふうにちょっと作戦を考えまして、で本編の90秒っていうのはもう提出した状態からいじっちゃダメというふうに言われたので、これはもうそのまま使うしかないと。で、プレゼンの方法は自由だったんですけれど、今回前編を動画でやるっていうのに挑戦しようかなと思いまして、4分のプレゼン持ち時間いっぱいの4分の動画を作って挑みました。それで、今回周りの環境に合わせてその建築本体の体が変わるような、建築を設計するっていうのをコンセプトにしたんですが、まあ、それを想起させるようなコンセプト、モンゴルの自然を、見せるような動画は40秒、でそれから建築の構成を説明するようなダイアグラムの映像を80秒作りました。で、この順番もちょっと気にしてたんですけれど、今回は一応二次審査だったので、一次審査でこう皆さんが一回本編の映像を見てるっていうことが分かってたので、このダイアグラムを先に持ってきました。でももし皆さんが初見だったらやっぱ映像の演出を味わいながら見てほしいので、多分この順番逆転したかなというふうに思います。それから今回ですね、一次の審査が終わった時点で、ウェブに公開で好評が出てまして、結構長文の酷評だったんですけれど、その中でこの90秒のエンディングが弱いっていう指摘がありまして、それちょっと分かってたのでちょっとどうにかしないとなって思ってたんですけれど、ただ本編はいじらないっていうふうに言われてたので、ちょっと変えようがないなと思いながらも、でも最後にですね、足すのなら本編はいじってないからいいだろうというので、最後エンディングで拡張でこう30秒つけまして、本編の自然につながるように、それで、まあ、これで全部で4分なんですけれど、ちょっとこういう構成で挑もうかなというふうに考えまして、動画を作りました。であとですね、一時の90秒は、まあ、極力ルミオンだけ、まあ、あとは映像編集だけで映像を作ってたんですけれど、逆に2次で作ったこのダイアグラムの80秒であったりエンディングの30秒であったりは、その逆に、コントラストを見せて、まあ、自分の演出が叶う範囲で、積極的にこのポストプロダクションのアフターエフェクトとかそういう、ソフトを使ってですね、いろんな、ルミオンに縛られない表現に挑戦していきたいと思って、いろんな効果を使いました。で、これがその映像の一部なんですけれど、まあ、こういった、ダイアグラムですね、建築を説明するような、アニメーションはマックスでつけてルミオンに読み込み、
で、その後、ルミオンから連番書き出しで、アフターエフェクトに読み込んで、アフターエフェクト上で文字を入れるような、そんなような加工をしています。それから、あとこのシーンの切り替わりなんですけれど、これもルミオンから書き出した後に、アフターエフェクト上で、画面を切り替えるんですが、これに関しても、Z-Depth のレイヤーをルミオンで書き出せるので、それを利用して、奥から切り替わっていくような、画面の切り替わりをしています。それで、これがその2次で使用した4分間の映像になります。これはちょっと適宜しゃべりながらどんなことを考えたかってお話ししたらできたらと思ってます。本番はこの映像を流しながら、プレゼンの台本を読んでたんですけれど、この辺の映像はですね、一応気をつけて、クリエイティブコモンズの CC BY のライセンスがあるものを使用してます。で、この辺りの映像は買ってますね。欲しい映像を言うと探してくれるサービスがあって、そこから購入をしています。で、この辺の映像は1時から、ちょっと付け加えてルミオンで作ったものですね。で、ああいったゲル、パオの映像を探すときなんかに、そのクリエイティブコモンズのフィルターをかけると一気に選択肢が少なくなって、結構苦労したんですけれど、40分くらいある動画の一部から切り抜いてきて、ああいうふうに使ったりしています。それで、このダイアグラムのシーンなんですけれど、ルミオのスタイロフォームのエフェクトを使ってるんですけど、使ったことある方は気づくと思うんですけど、あれってこう全てが真っ白になってしまうんですね。なんで、本当に全てが白模型か否かっていう設定しかできないんですけれど、それを操作してるときに、少しでもマテリアルに透明のエフェクト、素材を与えると、そこの部分白にならないっていうことが分かって、で、周りの部分は白で、こう設計物を浮き立たせたかったので、この時だけはレンガのような壁にも少しだけ透明度を与えることで、その白になるのを回避しています。それから、あと周りの木に関しては、レンダーの時は真っ白なんですけれど、これは、ルミオンから書き出す時に、RGB の書き出しと、あとレンダーの ID の書き出しがあって、で、レンダーの ID の書き出しの方は、オブジェクトに対してユニークな色がつくんですけれど、それを白黒で、透明度を30%くらいでオーバーレイさせることで、その全体が真っ白になるのを防いで、白い中でもグレーの濃いものと薄いものっていうのができるような効果を、それで達成しています。なので、この辺はもう割り切ってですね、ごめんなさい、また。で、この辺は割り切って、もうそういった、ポストプロダクションの効果を積極的に使っていくというので作りました。それから、あと本編にどうつなげようっていうので、この一旦雪のシーンを挟んで、で、一旦ホワイトアウトして、そこから本編に入るという演出でつなげています。この本編をお見せした通りなので、少し飛ばしますね。このガラスの素材に関してモンゴルで使うのがどうなんですかっていう質問が出るかなと思ってたんで、結構警戒して熱還流率とかまで計算してたんですけれど、幸い出ずに、終えることができました。それで、この後拡張につながるんですけれど、一応本編編集しちゃダメなので、この後暗転を入れちゃってたんですけど、一応その暗転も入れて、で、
当日の発表映像ではその後に出る字幕まで終わってからこの拡張のシーンに入るようにしています。というので一応要件は守りながら、ルールは守りながら、でも他人と違うものを、少しも違うものを見せていこうという方針で、虹に挑みました。今の本編だけでいうと大体7時間くらいのレンダリング時間ですね。フル HD のアンチエリアス16倍。でちょっと一応 CC の映像を使っているのでクレジットを流します。はい、それですね、こんなごとに賞をいただいて、まあ、一番左が私で、あと共同していた、弊社の田辺と新と、あともう一人来ていなかったんですが、佐藤と、そういう4人のチーム体制で、やってました。それで副賞でですね、オランダと、あと当初予定なかったんですけど、モンゴルに行ってプレゼンする機会をもらいまして、どちらも大変楽しい旅行でしたね。ちょっと今日オランダ回想録って聞いてたんですけど、ちょっと写真1枚だけです、すいません。で、まあ、その後なんですけれど、まあ、やっぱそういう90秒にまとまった映像っていうのは結構社内でも重宝されて、でしかもそのオンプロじゃないので、まあ自由に見せていいと。でこれうちの会社が最近改装されてですね、7メートルくらいのスクリーンができたんですけれど、一応ビーム系の重ね合わせ会とかをするためのスタジオなんですけど、まあ、そこにお昼休みの時間こうやって流してもらったり、でこれがフル HD が3台並んでるんで、まあ、大体 3K くらいの映像なんですけど、まあ、なんかそれ用にこうもう一回映像を再編集したりして、なんかまだルミオンコンペが続いてるような気がしていますね。はい、以上で終わります。どうもありがとうございました。